あちです。あわれ指定します。おいお前ら靴脱いだらちゃんと揃えろ。あはいすいません。あわれじゃあ早速お前チューニングしっかりしてスケールにしろ。あわかりました。じゃあもうちょっとスケール練習やってみろ。はい。もういい。お前今週間何やってきたんだ。あのスケール練習いっぱいしてきました。いっぱいしてその程度か。はい。お前な、お前のスケールには全く感情がこもってないんだ。もっとな、スケール練習にも感情を込めるんだ。芸術性だ、わかるか、ロマンだ。ちょっと俺に貸してみろ。あ、はい。ただのスケールじゃないんだ、こう弾くんだよ。っていうのはもっと正確にやるもんじゃないかと思うんですけど、俺の弟子になってるわけだよな。あはいそうです。だったらお前俺の言う通りギター弾いてりゃいいんだよ。わかるか、やってみろ。あはいわかりました。こんな感じでしょうか。スケールはあんなにまともに弾けないのにそういうスケールだけはいきなり弾けるんだ。今師匠の真似しただけです。じゃあ俺もう一回やってみせるからな。いいか、スケール練習ってのはこうだ。先生今ミスタッチしましたよね。バカ、違うんだよ。こういうところから新しいメロディーラインが生まれるんだよ。先生今噛みましたよね。バカ、違うんだよ。こういうとこから新しい発想ができるんだよ。お前分かってねえな。俺が本気で正確なスケール弾いてみるからな。よく聞いとけ。こうだ。ワン2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 止める。わかるか、ただ弾くんじゃなくて止める、休符を意識する、これが重要なんだ。どっちを練習したらいいんでしょう。両方だよ、両方。両方できないとダメなんだ。そしてな、スケール練習の時には必ず声を出しながらスケール練習するんだ。お前ギターを弾く時には必ず一緒に歌わないとダメなんだ。俺は見本見せるから、よく聞いとけ。ドレミファソラシドちょっとなんか血管とか浮き出て怖いんですけど。じゃあお前やってみろ。あはい分かりました。ドレミファソラシドレミ。お前
本当に才能ないな、俺の真似をしてやってみろ。あ、真似ですか、わかりました、じゃあやってみます。はい、ドレミファソラシ、そんな低音が出るんだ。あ、モノマネは割と得意だからです。そうか、じゃあ分かった、スケール練習はもういいから、まずは、アルペジオだな、アグアードのための練習曲ちょっと弾いてみろ。はい、いっぱい練習してきたんで自信があります。いきます。なんだ今のは。あと、ちょっとチューニングみたいな感じです。はい、できるだけゆっくり正確に弾いてみろ。わかったか。はい、ゆっくり正確に弾きます。もういい、俺はゆっくりって言ってるんだ。お前今ゆっくり弾けてないだろう。お前のゆっくりはそれなのか。これってゆっくりですけど、ちょっと俺に貸してみろ。ゆっくりってやろ、こういうことを言うんだ。いいか、ちょっと聞いてみろ。練習になってないと思うんですけど、今の感じで俺の演奏を真似してみろ。モノマネするの得意だろ。はい、いや、やってみます。はい、全くダメだ。俺の真似をしろと言ったんだ。全然俺の真似ができてないじゃないか。もっと正確に一音一音大切に弾くんだ。やってみろ。はい、やります。ゆっくりです、ゆっくりゆっくり正確にですね。はい、やってみます。手に編曲するな。お前、アルペジオったらアルペジオをやれ。俺が見本を見せてやるからな。こういう風に弾くんだ。正確に一音一音大切に弾くんだ。わかるか。行くぞ。Thank you.
どうだ、分かったか。先生、やっぱりすごいです。レイ・アルフォンソ・ショーダさんの弟子になってよかったと思います。分かったか。だったらお前とっとと2階で飯食ってこい。え、練習終わりですか。バーガー、飯食ってから1日16時間の練習だ。はい、分かりました。やっぱりレイ・アルフォンソ初代にはかなわないのかな。